自身できることは全て注いでやらさせていただくつもりでいますのでですね、どうかこの1年をですね楽しんでいただきたいと思います。さあ来年の NHK の大河ドラマ龍馬伝の高知県内での初めてのロケがおととい行われました。主役の坂本龍馬役を演じる福山雅治さんや龍馬の初恋の相手役を演じる広末涼子さんなどの出演者の意気込みやロケの様子を取材しました。龍馬伝の高知県内での初めてのロケ、厳しい冷え込みの中高知市の景勝地桂浜で夜明けとともに始まりました。よーい、スタート。主演で坂本龍馬役の福山雅治さんが離れることになった初恋の人平井佳緒のことを思い水平線の彼方を一人で見つめるシーンが撮影されました。なんともその不思議な気持ちでした。坂本龍馬さんで有名な場所に坂本龍馬役で行くというのはなんとも感慨深くもあり不思議な感じもあり少し照れくさくもありというような気持ちでしたね。続いて行われた土佐神社のロケでは4つのシーンが撮影されました。龍馬の初恋の相手平井佳緒役を演じる広末涼子さん。広末涼子さん地元江戸の剣術修行から高知に戻ってきた龍馬と久々に会うシーンの撮影に挑みました。ロケは全部高知ではないんですけれども今日も高知でのロケーションも含めてきっとその高知の美しさであったりその臨場感も出してくれるようないろんなロケーションもそうですし美しい舞台を作ってくれているので高知の方たちにも楽しんで見ていただけたらなと思います。岩崎弥太郎役を演じる香川照之さん。土佐藩の重臣吉田東洋に引き立てられて長崎に行くことになり大喜びするシーンを熱演しました。やたろ、おお、おま、どうしてそんな焦げな格好してる。わしは今までの岩崎やたろとは違うがぜ。これから長崎へ立つがじゃき。長崎。土佐藩がこれから異国と交易をするための下調べをの。頑張りややたろ。頑張りや。現実にここで起こったことです。100年ぐらい前に。そのことに触れる機会が今日あったということは僕たち3人の俳優そして全スタッフにとって本当に幸せな日だと思います。この高知に来られたことに感謝します。お芝居としてやってる中で距離感が随分変わったんだなと近づいたんだなと思いました。それとよりそのリアリティを持って、幕末というものを、この土佐に生まれた龍馬さん、武市さん、岩崎弥太郎さん、花王さんを、より生々しい存在として感じることができている。今回の撮影では地元から20人余りがエキストラとして参加するなどたくさんの人がロケに協力してくれました。